昔のルンゲ警部はこんなもんじゃなかった。何者かってヨハンとの関係がどうしたって。俺には名前がない、国がない、記憶がない。気がつけば施設から出て仕事をこなしていた。ある日俺の前にヨハンが現れた。彼は俺の記憶の一つを呼び覚ましてくれたんだ。たった一つの記憶を。この人、本当の名前は？わからないんだって。自分の名前が？うん。施設にいたんだって。でも言ってた。他のことはみんな忘れてるのに、友達の名前は思い出したんだって。自分の名前を忘れたのに、友達の名前は覚えてるのか？うん。その子は絵を描くのが好きで、虫が好きで、でも虫を殺すのは嫌いだから、虫かごから逃がしてやるんだって。その子の名前は確かアドルフ・ラインハルト。週に一度支給されるココアが大好きだったんだって。ヨハが俺に近づき一杯のカップを差し出した。思い出したんだ、週に一度の施設での楽しみ。俺は温かいココアが大好きだったんだ。見せてくれ。風景を。君には見えないよ。